皆さんこんにちは。制作過程を3つの動画に分け、完成までを収録しているプラモの時間へようこそ。今回の動画は青島旧社会コロナの完成までをお届けいたします。まずはクリア塗装から。クリア塗装の工程は全部で3回。使用しているエアブラシはタミヤのスプレーワーク HG エアブラシワイドで、塗料はクレオスのスーパークリア3をガイアカラー薄め液で1対 1.5 に薄めて吹き捨てています。塗装工程1工程目は少し遠目から塗料をボディ表面に対してふわっと乗せるように吹き捨て、2工程目は角部分から始め全体をまんべんなく塗装していき、2工程目と3工程目の間に2000番のペーパーヤスリで表面を整えます。3工程目は仕上げで、全体を塗料が垂れる寸前を目安に吹き付けています。万が一垂れてしまった場合はイソプロピルアルコールで塗装を落としてやり直したり、リカバーに時間を取られるなど悲惨なことになりますので、慎重に塗装を行っていきます。次に取り出しを行っていきます。クリア塗装後十分に乾燥させた塗装面は一見ツヤがあるように見えますが、塗装面にはまだまだ凹凸が存在しています。この凹凸を消していく工程です。徐々にペーパーヤスリの番手を上げながら滑らかな面にしていくので、前のクリア塗装工程では逆算をし厚めに塗装をしています。取り出し工程としては3回の工程。1工程目は2000番のペーパーヤスリで水取りをしていきます。ツヤが出ているクリア塗装面のツヤを消していく感覚で水取り、2工程目3工程目はそれぞれゴッドハンド製の紙ヤスを使い、それぞれ6000番8000番と番手を上げつつ水取りをしていきます。表面の目安としては反射する景色が歪まない程度と考えているので、研いでは拭き取り確認を繰り返し表面を滑らかにしていきます。2000番から始めマットな面が徐々にツヤが出てきたことを確認し終了です。続いて鏡面仕上げの工程です。鏡面仕上げの工程としては3つの工程となります。 C4 製のリトルーターに筋彫り銅のバフを取り付け作業を行っています。1工程目はタミヤコンパウンドの粗めで一周、表面を一皮剥くといった感覚で研磨していきます。1工程目で粗めのコンパウンドでは傷を消すことはできませんので、2工程目3工程目につなぐ感覚で少しずつ傷を消しながらツヤを出していきます。2工程目はタミヤの彩目で一周、3工程目はタミヤの仕上げ目で限りなく傷がなくなるよう意識しながら研磨していきます。万が一途中で角が出てしまったら、慌てず残しておいたボディカラーなりでタッチアップ、バフが届きづらい奥まった箇所はタミヤの研磨クロスや綿棒などにコンパウンドをつけ磨いていきます。次にマスキングと塗装です。ボディにぐるりと一周あるモールとリアのパネルなどを塗装していきます。まずは一番手がかかるところから。リアパネルですがマステを細かくカットしつつ貼り付けていきます。リアとフロントのモールは上部が R のついた形状になっているので、曲面追従タイプのマステを使いマスキングです。デカールがある部分はマステの下にティッシュを1枚挟み、デカールを保護しつつマスキング。
サイドのモールは一直線の形状なので、幅広タイプのマステでマスク処理です。最後にビニール袋とマステを合体させた大型のマスクシートでボディ全体をマスクし、エボブラックを塗装。塗装が終わったら各部に墨入れを。墨入れ塗料を流し込み、はみ出た部分はエナメル溶剤を染み込ませた綿棒で拭き取ります。フロントのダクトもエナメルブラックで塗装しておきました。続いてウィンドウモールなどのメッキモール部分に対し塗装を行っていきます。塗料はフォーアーティストマーカーのシルバーを使用。塗装の手順としては、まずモール外周にしっかり筋を入れておくことが大前提で、筋彫りの段階でこの作業を行っておきます。その筋を入れた箇所に墨入れ塗料ブラックを流し込んでいきます。流し込んだらエナメル溶剤を染み込ませた綿棒ではみ出た部分を拭き取ります。次はメッキの表現としてフォーアーティストマーカーのシルバーを使用し、メッキ部分を塗装。最後にモール内側にはフォーアーティストマーカーのブラックを使用し、マーカーの腹部分で塗装し完了です。この年代の車の特徴でもあるメッキモールはこのように再現しています。続いてボーンアルムを使ったメッキ調塗装です。塗装を行ったパーツはフェンダーミラーとなります。キラッキラなメッキ調にするには下地をいかに滑らかにしておくかが大事なこと。ボーンペイントではボーンアルムの下地専用の塗料があり、アンダーブラックという塗料なのですが、この塗料が本当に素晴らしい。滑らかで超光沢なブラックになり、最高の下地が出来上がります。塗装手順としては、下地を2000番のペーパーヤスリで滑らかにしておき、そこからアンダーブラック、ボーンアルム、フィニッシュクリアの順番で塗装。ボーンアルムは低圧で遠目から何度かに分けて吹き付けを行います。フィニッシュクリアは低侵食なのでメッキも曇らずトップコートが可能。旧車を作るにはもってこいのボーンアルム。簡単にメッキ調の仕上がりが手に入ります。次にフロント周りやヘッドライトの加工からシャシーとボディの合体まで。まずはウィンドウをボディに接着。接着剤はセメダインハイグレード模型用接着剤を使用です。ウィンドウパーツはかなり傷やうねりが多かったので、ペーパーヤスリの2000番から仕上げ目のコンパウンドまで、ボディの鏡面仕上げの要領で磨き上げてあります。内張りを取り付けたらプラ素材と自作デカールで作ったヤンチャパーツをインテリアに取り付けていきます。ヘッドライトは麦玉の穴が開いているのでプラ板で塞ぎ、レジンを流し込みブラックライトを照射。リフレクターの深さを浅めに調整したら、長谷川のミラーフィニッシュをカットしたものを貼り付けていきます。フォグ一体となっているヘッドライトですが、キットのままですとフォグ部分の壁がないのでプラ板で壁を設置。グリルはフォーアーティストマーカーでメッキ調に仕上げ、ライトレンズはサイドマーカー部分との分割線を超光ブレードで彫り直し、そこに墨入れ塗料ブラックを流し込んであります。細かいパーツが揃ったのでボディとシャシーを合体、仕上げに備えます。次に締め飾りの作り方です。準備するものはダイソーの麻紐に刺繍糸、金色の折り紙にドライフラワーミニブーケ、そして適当な白い紙にセメダインハイグレード模型用接着剤です。まず麻紐を適当な長さにカットし、円を作るように形を整え、接合部を接着し洗濯バサミで固定。左右に伸びた紐は末広がりに指で調整しておきます。金色の折り紙はカットし1ミリ間隔に折ったら、下を指でつまみ
上を左右に広げ、扇状に形を整え、麻紐の円の部分に接着。白と赤の刺繍糸を適当に麻紐に絡ませていきます。白い紙をひし形が連なるようにカットしたら、末広がり部分に接着。ドライフラワーの花部分は扇の根元に接着。葉っぱ部分はカットし、末広がり部分に接着し完成です。最後に仕上げです。マフラーはエンドパイプのみ 3D で出力したものを使用。太鼓に穴を開け取り付けました。ボンネットエンブレムはあらかじめシルバーを入れておき、その上からクリアレッドを重ねてあります。ホグはクリアイエローを入れ、少しやんちゃに。ドアノブとホイールのセンターキャップはエナメルブラックで塗装です。フロントにはヘッドライトレンズにウィンカーを取り付け、リアはテールに車名プレート、マフラーを取り付け、サイドにはキーシリンダーをハイキューパーツのマイナスモールドに換装、最後にフェンダーミラーと締め飾りを取り付け、軽く磨き上げ完成です。青島が幅広く展開しているやんちゃな改造車シリーズ、現在ですとグラチャンやワークスのタカ、ハイソカーシリーズなどがあり、今回制作したのは少し前のシリーズで、旧車会というシリーズからコロナを作ってみました。このシリーズの特徴でもある鬼キャンパーツを使い仕上げるという構想のもとに制作開始しましたが、ノーマルパーツも付属しているので完成後にノーマルフォルムにし遊んでみました。設定ではお父さんの車を無断で改造し、初日の出を見に行く、免許取り立て高橋先輩という設定。かなりイケイケなやんちゃ仕様となるのは分かっていたので、インテリアには当時もののパーツを散りばめてあります。水中化シフトノブにチューリップ灰皿と釣り手、ダッシュボードにはチャンプロードの雑誌にタバコとナンバープレート。初日の出ドライブは成功に終わりましたが、帰宅後お父さんにこっぴどく怒られ、泣きながらノーマルに戻したそうです。こんな遊び方ができるのは青島のキットならでは。来年のお正月もこんな遊びの効いたキットを制作してみようと思います。今回はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。